Hey guys, it's not late. どうも皆さんこんにちは、ノイフトガバです。ですすげーかもうサングラスとマスクですげー怪しい人みたいになってるこれやばいな。はい、どうも皆さんこんにちは、ノイフトガバです。ですね、今からちょっとね、銀座の方に出かけたいと思います。まあ、で車でね出かけて、直接行って直接帰ってこうと思ってるんですが、うぷす、はい、銀座 の、 ソニーストアに行こうと思ってます。 α7S3 の展示品があるとのことなので、少し触ってみて、どんなものなのか検証してみたいと思います。では行ってきましょう。それにしても It's f***ing hot ちょっとこれやばいよな、マジで超怪しい行ってきます。今ソニーストアに来てます。 α7S3 を少し自撮りしたので、またそれも後でお見せしたいと思います。はあ、ソニーストアに来ました。で、S3、をがっつり試させてもらって、いろいろとデータも、SD カードに入れたので、120fps とか24の普通の 4K とかで S3 かなとかでも撮らせていただいたので、帰ってそれを色を起こしてみたいと思います。ではこのね、ソニーストアにこの R5 を持ってくるという結構勇敢なことをしたと思うので、またそれの感想も後で話したいと思います。ではちょっと、はい、いかがでしたでしょうか。がっつり触れたといってもですね、1人当たり5分っていう時間制限がありまして、次の方がいらっしゃったら、5分以内に交代しないといけないっていう形で触らせてもらいました。やっぱりね、人気商品かつそこにしか展示品がないっていうことだったので、まあ限定された時間で触らせていただきました。でありがたいことにですね僕この EOS R5 をこのソニーストアに持っていく、ライバル店に持っていくという結構な勇気のあることをしたかなと思います。でそこでやっぱり店員さんも逆にですね、喜ばれて、やっぱり他の他社製品って触れないじゃないですか。まあもちろん厳密に詳しくメニューまでっていうことはもちろんされないんですけども、あ、これ噂の R5 ですねっていう形で逆に喜ばれて、なんかこう比較をできたっていうところで、でかつシグマの EF マウントに変えるアダプターですね、そちらもご用意いただいてて、そちらを α7S3 につけて持ってった EF レンズの1635の F2.8 を接続しました。で、そちらでも少し撮影、ログ撮影をさせていただきました。まあやっぱり時間が、限定されてたので、がっつりメニューとか本当に、4K のフレームレートをいろいろ変えてとか、HD のフレームレートをいろいろ変えてとか、あとメニューを追い込んでとか、ピクチャースタイルですね、そちらもがっつり追い込んでってことはできなかったんですが、十分に触ることができました。でやっぱりいいっすね、すげえいいと思います。まあ
あのじゃあすぐに買えるかって言ったらそういうわけではないとは思いますが、やっぱりまあカメラなんで、月日が経つとやっぱり値段が変わったりとか、するので、まあ、そのタイミングで購入することもあるかもしれませんが、まだまだ要件と、まあ、せっかく R5 を買ったので R5 もがっつり試していけたらなと思ってます。で、そう、あのいくつか気になる点があって、やっぱり EF マウント、まあ、Sigma のアダプターに EF レンズをつけて、撮影をするとオートフォーカスなの、まあ、これメニューなのかメニューでの設定なのかちょっとわからないんですが、ちょっとオートフォーカスが正しく動いているような気がしませんでした。やっぱりあのそういうところは純正の、GM レンズだったりとかをソニーの、レンズを使うことによってやっぱり整合性が取れるんじゃないかな、まあ、やっぱりあのキヤノンの、カメラもそうだと思うので、やっぱりそういった同じ同メーカーの、ちゃんとしたレンズを使うってことをおすすめする形だと思います。まあ色味はやっぱりキヤノンの色味も、まあ、多少出るとは思うんですけど、 EF マウントで、EF レンズを使うことによって、まあでもそういうところは、まあ、GM レンズを使った方がいいのかな。でやっぱりねサイズが違うので、 EF レンズ1635とかでもやっぱりねそういうところもあのサイズ感、まあ僕はあの RF レンズを持っていないので、EF マウント RF と EFを変換するアダプターを ESR、R5 どちらでも使っているので、そういったところで、まあ、やっぱりサイズが大きくなってしまうんですが、まあ、そういうちゃん、まあ GM レンズだと、まあ、もっとサイズが小さくなって手軽になるなと、またこれ、2470でも、同じかなと思うんですけども、あとあのやっぱマイクですね、あの八つ目マイクって呼ばれてるあのソニーのホットシューでケーブルのいらないタイプのホットシューで接続できるマイク、あれやっぱり小さくてすごく使いやすいなと思いました。僕今あのロードの、ビデオマイクプロプラスかなを使ってるんですけど、やっぱりそれだとサイズが大きいの と、ケーブルを使わなきゃいけないっていうところで、まあ、そのサイズ感っていうところも、大きなところかなと思います。で、120fps で撮った時の話なんですけど、EOS R5 の場合は 120fps で 4K120fps で撮ると自動的にプレビューもファイルも 30fps に変換されてました。で、α7S3 の場合は 120fps のまま再生される、すいません、プレビューでその本体で再生した時はちょっと再生はできてないので見れて確認はできてないんですけども、ファイナルカットに取り込む時に 120fps のまま、ファイナルカットに入るっていった形になります。なので、ファイナルカット上で、パーセンテージを変えてあげない、スピードを遅くしてあげないといけない、なので、まあ、例えば、30fps の、プロジェクトファイルならば4分の1にしなきゃいけないし、24fps だったら5分の1にしなきゃいけないっていうところは、少し違う点かなと思います。まあこの点は僕の個人的な感想としては、まあ 30fps ですが、スローに戻って、まあ、実際の30あの変換された方が僕的には使いやすいかなと思います。なぜかというと、こう 120fps の場合、まあやっぱりファイルを確認しなきゃいけないじゃないですか、取り込む時に。その時に、これどのファイルが 120fps だっけっていうふうに迷わないように、もう最初からスローに変換してくれ 30fps、 また、まあ、可能であれば24にしてくれると嬉しいんですけど、まあ 30fps に戻ってるっていう形の仕様の方が僕としては編集はしやすいかなと思います。で、そうそう、ちょっとね、あのプレビューを見てもらった時に分かるように、あの、まあ、オートフォーカスもそうですが、あのシャッタースピードをねどこで変えるか分かんなかったので申し訳ないんですが、あのちょっとフリックしてます。そこもね、あのやっぱり、まあ、室内っていうところもありますし、あの、まあ、外に、ね、もちろん持っていけないので、室内でちょっと撮影 SD カードを持って撮影させていただいた形なので、そういった照明の、店内の照明との、兼ね合いでフリックがしてしまうっていうところ、シャッタースピードをいじれなかったっていうところもあります。この点は多分ちょっとメニューをちゃんと追い込めば、使えるところじゃないかなとは思います。そんなところかな。うん、やっぱりいいですね。あの時間制限も気にしなくていいのと、やっぱ熱処理も気にしなくて、まあ熱処理がちゃんとされてるっていうところ、うん、やっぱりその点は
魅力だなと思います。まあ、あの EF レンズと GM レンズどちらもあの触らせてもらいましたが、まあ、色味もねやっぱり全然いいですし、あの画素数が、少し低いことによって、ダイナミックレンジだったりとかそういった点に有効であるっていうところも、まあ、やっぱりねいいですよね。で、そう、あの画素数ね EOS R5 はすごく高いんですけど、あのまあ、だから 8K が撮れるっていうメリットももちろんありますが、で実際にあの C300 とかかな、Mark II か Mark III かとかも、1000万画素いってないはずなんですよね、仕様としては、あの映像として、まあ、4K を撮るのにっていうことで、まあ、その点もやっぱり全然あの1200いくつかですよね、 α7S3 だとそこでも全然問題ないんじゃないかなと思います。で、そう、あの店員さんに聞いてみたんですけど、あのスチールとしての目的で予約される方っていらっしゃるんですかって言ったら、結構今いらっしゃるということらしいです。まあ、やっぱりそこでは暗所性能がすごく高いから、もう全然ノイズが乗らないっていうところで、もうスチールの目的として購入されるっていうか予約されるという方も結構いらっしゃるっていうことだそうです。まあそうですよね。まあ、特に夜景とか夜空を、星を取られる方とか、本当ノイズなのか星なのか分かんねえみたいなものより全然暗所性能が高いから、α7S3 を選択されるっていう方が結構いらっしゃるらしいです。まあそういいですよ。まあそうですよね、夜撮るなら全然いいかなと、本当にいいかなと思います。まあ、写真に関しても映像に関しても、うん、そうですね。まあ、結論としてじゃあ買うのかって言われたら、まあまだすぐには買わないと思います。せっかくアルファ買ったんで乗り換えたい気持ちも少しありますが、そ、あの金額のシミュレーションをしてもらって、あの1635と、2470もレンズもあとマイクもってなったらもう100万円近くなったので、さすがにそれは買えねえなと。いくらこのね、キャノン製品、レンズとかも全部買い取りに出したとしても、さすがにその値段はきついなと思うので、まあまあ今後、まあ、EOS R5 も継続して、利用しつつ、まあ、それでもやっぱり α7S3 がいいってなった場合はやっぱり、買い替えますし、まあ、でもせっかくね、あの EF レンズもありますし、その、まあ、それが使えるブラックマジックポケットシネマ 4K もあるので、まあ、数層にも乗り換えることはないですが、まあ悩ましい、非常に悩ましいですこれは。まあ、でもね、非常にいい製品だと思います。やっぱり、まあ、YouTube やられる方も映像作品を作られる方も、そういった、まあ、ショートフィルムとかフィルムメーカーとビデオグラファーとしてやられる方には本当に S3 はおすすめのカメラだと思います。かつ同様に、R5 も、おすすめのカメラなので、自分のご自身の用途に合わせて選択されるっていうのが一番いいのではないかなと思います。はい、それでは本日の動画は以上となります。チャンネル登録とぜひ高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya!